さあ始まりました本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います現在時刻ですけども10月31日午前11時30分 YouTube 録画しております今日もビットコインイーサリアム BNB ソラナ XRP エイダですねこの辺のしっかり仮想通貨を見ていきながらですねその後ジャスミンチャート分析していきますので最後までご覧になっていただければなと思っておりますそれではそれぞれ冷やしチャートから確認していきましょうビットコインからまず見ていきます ビットコイン今日はちょっと下落になってきてますね。1.5%下落で303万4000円ぐらいということで、ちょっと今日はね、下落になってきてるんですけども、なんとか300万台で大話題はキープかなというところなんで、まあ、ちょっと小動きな感じですね。まあ、全体的にちょっと今日は弱いんですけども、ビットコインは少しね、ちょっと耐えてるのかなという感じはしますね。まあ、冷やし後を見てもちょっと弱さが目立つのかなというところがあるんですけども、それではイーサリアムもちょっと見ていきたいと思うんですが、イーサーはちょっと今日下落になってきてますね。 仮想通貨全体的に今日は下落のものが多いですね。2.6%下落の23万2000円というところです。ちょっと下落してる感じなんですけどね。下、下でもちょっとね、模索中なのかなっていう感じなんで、まあ23万円割り込む形になってくるかもしれませんね。ちょっと弱い感じになってきました。それから今日 BNB はプラスみたいですね。 こちらは308ドルということで1.5%上昇しております。底堅い展開になってきました。350ドルぐらいまでにはね、また戻れるんじゃないかなと思うんですけども、基本的には結構値上がりしてるんじゃないかなというところです。今日弱い中ね、え結構頑張ってるんじゃないかなと思うので、評価していいと思います。それではソラなんですね。 そののは少し下落してしまっていまして38、1.38%下落の32ドルということで、ちょっと下落になってきてしまったんですけども、ちょっとイーサーとかと動きが似てますね。動きい弱いかなという感じなんですけども、ちょっと35ドルぐらいまでにはね、また戻れるんじゃないかなというふうには思いますので、ちょっとね、これから期待できるかなというところはありますけども、ちょっと今日は弱いかなという感じです。それでは XRP ですね。 XRP3.78% 下落の今日は66.7円ぐらいというところでちょっと下がってきてしまったリップルですねちょっとこ今回のに下げは結構きついのかなと思います3%ぐらい下落になってしまったということでちょっとイーサーとかと比べてもねちょっと下落になってきてしまっているのでちょっと下落の幅もね結構大きいですしちょっとなかなか上がってこないですよねこう他のものが上がっている段階でも上がってこないということもあるのでちょっと厳しい展開になってきたんじゃないかなというところです はい。それから体の枝ですね。こちらが3.91%。 パーセント下落になってきまして0.4ドル。なんとか0.4はキープということなんですけども、こちらもちょっと下げ幅結構きついですね。ちょっと厳しい展開になってきました。アルトコイン全体的にね、このような形のものが結構今日は多いので、まあ、ちょっと今日はしょうがないのかなと思うところもあるんですけども、まあ、ビットコインがなんとか300万キープしてるっていうのはちょっと大きいのかもしれません。もう少しそれがなければね、もう少し5%以上下がっていたとか、っていうになってたかもしれませんので、まあ、基本的にちょっとビットコインがなんとか頑張ってるかなというところが結構アルトコインの まあ大幅の下げにはなってないというところがあるのかもしれません。はい、それではジャスミーはどんな感じで上がっていってたジャスミーなんですけども、昨日はね、結構上がってましたよね。今日はどうなっているか、ちょっと皆様としっかり皆、えー、と皆様と今日も確認を、ね、していきたいと思うんで、ちょっと最後までご覧になっていただければなと。 思っております。これが今日のジャスミーなんですけども、0.7773ということで、今日はちょっと10%ぐらいの下落になってきてしまったということで、ランキングも523位ということで、ちょっと下げ幅拡大してきてしまったなという感じですね。さすがに昨日あれだけ上がっていたのでね、まあ、半分ぐらいの下げなんで、まあ、これは致し方ないのかなと思うところあるんですけども、ちょっとこのままね、下げが続くと嫌な感じですよね。0.6円台になってくるということになってくると、ちょっとまた0.5円台ということが、 垣い見えてくるので、せっかくの上昇が台無しになってしまう可能性もあるので、ちょっと今後のね、えー、ジャスミーに期待かなというところなんですけども、まあ、ちょっと1円台にね、上がっていったジャスミーだったんですけども、そこからスルスルと下がってしまって、0.6円ぐらいまで下がってきてしまったんですね。まあ、その後ですね、ちょっとなんとかぶり返してきて、0.7円、今、 回ってるところぐらいなんですけどもなかなかちょっと上値は重いなというところですね、まあ、1円がかなり大幅な、ね、レジスタンスになってると思いますし0.8円ぐらいとかもちょっとこう上値が重くなってくるようなところがあるのでちょっと今後のね、えー、ジャスミンには目,目が離せないのかなというところもありますしちょっと下値模索する可能性もあるのでちょっと気をつけておいた方がいいんじゃないかなというところですね、まあ、せっかくの上昇に水をささなければいいなという感じで下げ幅縮小してくれるといいかなとは思ってるんですけどもどんな感じになるかちょっと見ていきたいと思います 思いますね、これ、付き足チャートなんですけどもいいところまで上がってきたんですけどねちょっとまた下落になってきてしまっているというところで0.8円ぐらいで、ね、ちょっとこうレジスタンスになるかなというところかなと思いますのでちょっとその辺を上回れるか早く、ね、回復できるかというのが今後の見立てになるかなと思いますね。 0.8から0.7ぐらいで動いてるんじゃないかなっていうのが今のジャスミンだと思いますので、まあ、この0.8円ぐらいをすぐ回復して0.9円の方に向かっていけるかというところがちょっと試されてるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとはしばらくはね、 厳しい展開になるかもしれませんので、まあ、ちょっとね、暖かく見守ってあげてほしいなというところですね。はい、ということで今回もジャスミンのチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございます。皆さんもジャスミンに対してそれぞれご意見あると思いますので、よかったらチャンネル登録していただきまして、コメント欄などに残していただければなと思っております。今回もジャスミンチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございました。